はい、やっとかめしております。本日は令和4年の9月4日、ここは JR 北海道の苫小牧駅です。今回なんですけども、JR 北海道の車両で今年令和4年の9月いっぱいで定期運行を終了してしまう特急型車両のキハ281系に乗車をしていきます。よろしくお願いします。さあ、電光掲示板に表示されている特急北斗14号、こちらに乗車をしていきます。この特急北斗号、もう今ではほとんどの列車はキハ261系最新型の車両に変更されていますが、今でも一部の列車はキハ281系旧型の車両で運転されています。キハ281系は札幌と函館を結ぶ特急北斗号に入っています。今回こちらの特急北斗14号に、途中の室蘭まで乗車をしていきます。さあ、ホームに降りてきますと、隣のホームにはこんな感じ、岩見沢行きの室蘭本線の普通列車が停車をしています。こちらはキハ150という形式、これ見ると側面のところの塗装がもうめちゃくちゃ剥がれに剥がれまくっていて、なんか今にも引退しそうな車両ですが、この車両よりはキハ281系の方が早く引退するということになっています。さあ、というわけで今回乗っていく特急北斗14号キハ281系が入線をしていきます。JR 北海道の特急型車両といえばこの前面のお顔が特徴的ですが、このお顔を最初に採用したのがキハ281系です。もともとは785系石破茂さんみたいなお顔を採用する予定だったんですけども、大雪の時の視認性を高めるというのと、万が一車と衝突事故を起こした時に乗務員の命を守るという2つの理由で、運転台を高いところに設置するということで試行錯誤した結果、このようなお顔が作られたようです。さあ、車内はこんな感じです。座席も比較的新しいもの、一度リニューアルがなされていまして、現行のキハ261系と同じ座席が使われています。さて、このキハ281系、何がすごいかといえば、それはやはり何といっても革命的な時間の短縮だと思います。もともと札幌と函館の間を最短3時間29分で結んでいた特急北斗号に、このキハ281系を投入することで最短2時間59分で結ぶという革命的な時間短縮を達成することができたのです。強力なエンジンを積み、最高速度、加速性能を向上させ、またカーブに差し掛かっても車体を傾け速度を落とすことなく通過することができる制御式振り子装置を搭載することで、一気に30分も時間短縮することに成功したわけです。このキハ281系は気動車です。以前は気動車での振り子装置の搭載は不可能とまで言われていました。しかし、それを可能にしたのが JR 四国と JR 総研が開発した2000系気動車です。気動車には推進軸と呼ばれるエンジンからの動力を車軸に伝えるための棒が線路に並行して走っています。これが高速で回転するとそれに伴う反作用が生じるため、振り子式車両のように左右に自由に回転することができる車両においては、左右どちらかに常に力が働き、常に左右どちらかに傾いてしまうという課題があったのです。これを解決したのは意外にもシンプルな解決策でした。それぞれ反対向きに回転する小型で強力なエンジンを前後対称に2機搭載することで、その反作用を打ち消すという方法です。この至ってシンプルな方法により、 JR 四国2000系気動車は世界初の振り子式気動車として誕生しました。そしてこの2000系をベースに開発されたのがこのキハ281系なのです。体感性能を高め、また冒頭でも少しお伝えしましたように、前面のお顔を北海道独自のものにすることで、大雪の中でも安全性、視認性を高めたのがこのキハ281系です。エンジンは2000系気動車に比べて若干性能の高いものを積んでいまして、その最高速度は130キロです。気動車で最高速度130キロを達成したのはこのキハ281系が国内で初めてです。とはいえ、現在ではその最高速度は120キロに抑えられています。JR 北海道では2011年に比較的大きな列車脱線事故が起きまして、安全を優先してそのように最高速度の引き下げということをやっているようです。さあ、ここで再び座席の紹介に戻りますが、比較的座席は深くまで倒れます。また背面の大きなテーブルがついています。この辺りは最新型のキハ261系と同じものが搭載されていますので、そこまで特筆すべきポイントもないのかなと思います。一つ述べるとすれば、こんな感じ、カーテンがついていることです。最新型のキハ261系は上から下ろしてくるブラインドになっていまして、こういうカーテンはついていないということで、これが一つ特徴的なところなのかなと思います。まもなく白尾、白尾。
苫小牧から白老の区間は日本で最も長い鉄道の直線区間となっていまして、そういうことを考えると今回の振り子式機動車というのの、まあ、その振り子はあんまりね感じることができなかったのかなとも思います。今すれ違っている車両がキハ261系です。令和4年の10月からはすべて特急北斗号キハ261系での運転になります。 JR 北海道、今までたくさん機動車特急のバリエーションがありましたが、もう少しするとあのキハ261系が席巻するようになりまして、なんとなくあの JR 東海みたいなそんな感じの印象になるのかなと思います。車両を共通化することで結果的にコストの削減につながりますので、まあ、経営が苦しい JR 北海道にとってはそうした方が都合がいいのだと思われます。さあ東室蘭まで直線区間を疾走していきます。今回乗った苫小牧から東室蘭の区間は基本的に直線の区間が連続していまして、そこまでこの車両の特徴である振り子というものを体感することができなかったというのは一つねちょっと残念なところではありますが、まあ、それでも引退直前にこのキハ281系に乗ることができたというのは幸運なことだと思います。この時私は枕崎から稚内まで日本縦断の旅を終えた直後でして、これから新千歳空港から名古屋に向けて飛行機で帰るというタイミングだったのですが、まあ、このキハ281系にギリギリ乗れそうだということが分かりまして、それで駆けつけたという経緯がございます。個人的にはこのキハ281系には最長片道切符の時に1回乗ったきりだったのですが、まあ、今回引退直前にもう一度乗ることができまして、まあ、個人的には縁のあった車両なのかなとも思うところです。まもなく東室蘭、東室蘭です。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。チケットホルダーをご利用のお客様は切符の取り忘れにもご注意ください。出口は右側です。東室蘭の次は伊達門別に停まります。まもなく東室蘭です。降り口は右側4番線です。三崎木越方面普通列車室蘭行き、橋を渡りまして3番線15時ちょうど普通列車室蘭行き、橋を渡りまして3番線15時ちょうどです。まもなく東室蘭、室蘭には貨物の拠点もあるということでたくさんコンテナを見ることができます。まもなく東室蘭に到着するということでデッキに出てきました。キハ281の2番、まもなくその役目を終えて引退するということになります。さあというわけで東室蘭に到着です。ここで特急北斗キハ281系を降りていきます。この扉もね一つ特徴的なポイントだと思います。一般的な鉄道車両だと、車体の内側にある戸袋と呼ばれるところに扉が収納されるタイプですが、この281系ではこんな感じ外側にポコッと出てくるタイプ、プラグドアというタイプが採用されています。さあというわけで今回は引退直前の JR 北海道キハ281系に乗車してきました。この車両は JR 北海道の基礎を築いた非常に高性能な機動車特急ですが、一方で晩年は JR 北海道の経営戦略に揉まれ、その性能をフルに発揮することができなかった残念な車両とも呼べるところだと思います。とはいえ革命的な時間短縮を達成し、また札幌と函館との移動を30年にわたって担ってきたこの281系、その30年の活躍本当にお疲れ様でした。動画は以上です。